今日の関東地方はスカッと快晴、素晴らしい天気になりそうです。挨拶じゃないわね。挨拶は礼儀の基礎よ。あらそう、せっかくのいい朝が台無しだわ。何か？ええ、言ってたわね。なんか機嫌が悪いわね。もしかしてまだ怒ってるの？覚えてたのね。ご自由に。私は気にしないから。どうぞ。そうなったら、私は心と体に傷を、あなたは人生に致命傷を。ただそれだけ。お腹すいたな。朝食急いでほしい。残念症。美味しい料理が出る日を待っているわ。どうしても？そう。ねえ、一つ聞いてもいいかしら。そんな悪趣味はないわ。あなた、何か持病でもあるの？昨日みたいに倒れられると迷惑だから。大輔。大輔、言ってないわ。言ってない。疲れて幻聴でも聞いたのではなくて？だって私知らないもの、そんな人。で、あなたの言う大輔って？それもそうね。あなたのことなんて興味ないし、私にとっては昼食の方が重要だわ。私の昼食はどうなるの？そんな贅沢できないわ。私は行くあてがないの。これからこの家を追い出されるわけだけど、そうしたら野宿するしかないわけ。手持ちのお金は一円でも無駄にできないわ。